井上死にそうな顔してて草。金丸来い。金丸には悪いがほんまに頼む。井上仕事しろ。井上神、イケメン。夢とヒロト。カズキカズキそれカズキー。マジか。井上最高。マジで嬉しいわ。最初に当てたら残りの球団がバカみたいやん。ようやった。ピンキー最高や。さすがイケメンや。うおうおう。井上肩壊してて草。金丸まだおう。金丸表情変えず。はい神今年再開でも絶対許す。ガッツポーズだな金丸もこれだけ喜ばれたら嬉しいだろ。きたー。後ろニッコニコで草。ヨダの再来や。絶対引けねえと思ってたわ。オフシーズンの主役や。井上和樹、人狼、イケメン。きたー。うせやろ。ほんまくじ運営なこの球団。なんかいける気したんよ。くっそ盛り上げるやん。井上最高や。これ草カルートやないよな。こうなると腰やばそうやな。金丸の顔草。サンキューピンキーサンキューイケメン。優勝きたー。真顔で草。うながっつの穴を補強や。サンドラで待ってるで。これはもう周平取ったジョイナスの再来やろ。はい勝ちもうにいいしでええぞ。すでにタスナに超えたわ。当たりくじは井上のみ。はいもうにいいしでも100点。金丸、名古屋か。見てー。よっしゃ絶望させたるからな覚悟しろよ。井上ありがとう。真中見てるか。うはまさか当たり引くとは。ヨダの後継者やで。わい、泣く。すまん、すでにドラフトも100点超えや。やっぱりオフの主役なんだよな。この仕事しただけで有能や。